昭和山は大阪市大正口島2丁目にある人口の山、標高33メートル。山の周囲は千島公園として整備されている。山のある大正口島の一帯には大正時代に貯木場や製材工場が建設され木材工業の町を形成していた。しかし地盤沈下の影響で貯木場の機能が低下したこともあり、貯木場や 製材工場は1960年代に住吉区平林に移転した。大阪市は1969年、貯木場跡地に港の見える丘として人工山を中心とした公園を造成し、公園の周囲に高団住宅や観光庁、公共施設を配置する千島計画を発表した。大阪万博を控えて大阪市営地下鉄の路線整備が急速に、 進んでいたという建設当時の背景から地下鉄建設工事で出た残土約170万立方メートルを使用して山が建設された。1970年11月30日に記念植樹式が行われ、式典会場でこの山を昭和山と命名することが発表された。昭和山の名称は昭和年間に建設された山ということに由来している。また、 1974年に公園内にある千島体育館が開設された。その後山の周囲約11.2ヘクタールを整備し、1976年4月1日に千島公園が開園した。公園内には筒子約5万本にやテ鉄をはじめとした亜熱帯植物などが植えられている。その後1987年には昭和山千島公園一帯に咲いている筒子が区民に、 親しまれているとして、つ子が大正区の花に選定された。昭和山は建設当時、大阪市では最も標高が高い場所となっていた。その後鶴見緑地内に鶴見新山が建設されたことで、大阪市内最高峰は鶴見新山に譲り、昭和山は大阪市で2番目に標高が高い場所となっている。大正内閣より、ありがとうございます。